デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの村上圭介です。今日もですね、ライブ終わりましたけども、本当に今日もおしゃれなというか、やっぱこう個性に富んだアーティストの皆さんが出てすごく刺激的でしたし、なんかやっぱこうアーティストさんのライブ見ると、あ、こういうこともっとやりたいんだな俺とか気づくことが結構あるんで、すごく今日もいいライブだったんじゃないかなと思います。そして、今日のトークテーマがおすすめの暑さ対策を教えてくださいということですけども、いや本当に最近ね、殺人的な暑さが続いているので、ちょっともう気をつけなきゃなと思うんですけど、僕自身気をつけてるのはちょっと寝ることと、あとやっぱ今日やってみてライブで思ったんですけど、やっぱちょっと甘いものなりなんなりを食べてから、もっと食べてから挑まないとパワーが出し切れなくなりそうだなっていうのが感じたんで、だからそんなこと気をつけてもっとやろうかなと思いました。告知なんですけども、7月の19日にリリースになりました僕の、セカンドフルアルバム「ウォーター&シーズ」というものがございます。そちらの方が本当に個人的には自信作というか、今の村上圭介を出し切った1枚となっておりますので、きっと気に入る曲があると思いますので、ぜひチェックしてみてください。このめちゃくちゃパワープッシュのおすすめの1枚でございます。でね、もろもろ SNS とかでライブの情報だったりとか、あとは歌動画のカバーだったりとか、もろもろアップしてますんで、ぜひ そちらの方で僕の詳細はチェックしてもらえたらなと思っております。ぜひチェックしてみてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。